ハマヒバリは、スズメメヒバリカに分類される鳥類の一種である。ユーラシア大陸から北、アメリカにかけてのツンドラ地帯や、中央アジア、モンゴル、中国北部等の乾燥地帯、アラスカ、カナダ等の地域で繁殖し、陶器はトルコ、イラン、パキスタン、中国西北部、アメリカ、メキシコにわたって越冬する。日本では数は少ないが冬鳥として捕来し、 北海道から九州までの各地で記録がある。通常は1羽から3羽程度が観察される。全長約16センチメートル。頭頂から背、翼、尾までの上面は淡褐色で頭部は黄色い。目先から頬にかけて太い黒い線が走っている。体の下面はやや汚れた白色。上胸に喉に向かう体状の黒いブチがある。後頭部に 角のように伸びた関羽が左右に一本ずつあることが、他、ヒバリ類と見分けるポイントとなる。私有動植である。越冬地では、干拓地、砂浜、河原、草地などの開けた土地に生息する。地上で植物の種子等を採植する。ツンドラ地帯や山岳地帯の岩陰の地面のくぼみに、枯れ草や植物の茎などを使って、湾状の巣を作る。内部には、 動物の毛や植物の繊維を敷いてある。一腹2から7個の卵を産み、放卵期間は10から14日である。放卵はメスのみが行う。地鳴きはピリピリ、チュイチュイなど。ありがとうございます。